ショートでもリュークだけじゃなく他のやつ入れて、うん、ガンガンこう回していった方が、来年のためにやるならもっともっとこう入れ替えて、そうかそうか、でも東京ドームでフォアボール出してても逆に勝負なんないです。あそこはソロホームランを打たれる気持ちでもう投げないと、夏場のためにどうするのっていうキャンプからのプランは必要です、ね、なるほど。まあまあ開き直ってやったらいいんじゃないですか。で、ね、最下位でも別にいいと思いますよ、うん、だから何なのって、5位になったからどうもこう変わらないし、変わらない、うん、どうせだったら久々に負けた方がいいっすよ。だからやるにはとことん、うん、貫いてやっていいんじゃないですか、うん、だから使いたい選手をどんどん使えばいいし、なるほど。だから一ポジションに一人で固定するポジションは今はないじゃないですか。あ、はいはいはい、まあ岡林ぐらいですかね。大島だってやっぱり出たり出なかったですし、うん、まあ細川は出てますけど、ファーストだってビシエドずっと出るわけじゃないし、うん、セカンドもコロコロ変わるし、はいはい、そういう意味ではもっともっと内野手なんか特にまだファームにおる選手でもポンと使ってもいいし、根を使ってもいいし、うん、いいんじゃないですか。それで、あ、そうですか。それはどんどん使った方が、で力わかんないですよ。ファームでやってるからじゃあどうなのっていう、やっぱり一軍やってるんで、ね、そうそうそう、うん、化けるやつがそれはまだまだいるかもしれないし、なるほど、まあ、ピッチャーも野手も、はいはい、2軍ではくすぶっててもパーンと緊張感あるところに出たら、うん、いきなり力発揮するやつもいるかもしれないんで、はいはい、それを発掘するにはもうどんどんこうショートでもリュークだけじゃなく他のやつ入れて、うん、ガンガンこう回していった方が本人のためやしチームのためでしょ。だから今はできるじゃないですか、ケツの方におるんで、はいはいはい、これが上位だとね、それはできない、なかなかできない、はいはいはい、ね、A クラス争ってるとかなんてできない、うん、今はできるんで、周りが何と言おうが、うん、来年のためにやるならもっともっとこう入れ替えて、そうかそうかそうか、この状況を逆手に取れっていうことですね。そう、今のメンバーでずっとやるんじゃなくて、うん、来年のためにもっと中をこう混ぜてやったら、うん、新しい発見がまだまだ出てくる可能性はあります。ただファームの方もね、怪我人とかおるみたいなんで、まあ、そこですよね。やっぱりファームの方ももう少しそう怪我人が出ないように一軍の予備軍をなんとか置いとかないといけないですよね。ファームもくしゃくしゃ、一軍も怪我人になったらもう、僕は最後コーチやった時もそういう状態やったんですからね。ピッチャーですか、いないですもん。あ、であれ高井監督の時、森内さんの時にこう名古屋球場で練習かなんか試合見に行ったんですよ。で、あの食堂のとこで、ね、ピッチャーいねえのかって言うから、いや監督見てくださいよこのホワイトボードっつって、怪我、肩、肘、腰、投げれるのは、スペースがいないんだ。投げるのは3人ですよ。あの時投げたのが鈴木と西川とルーキー若松です。誰あげますって言って、若林あげますか1年目で、なんかストライク入るらしいからって言って、まあしゃあねえな、西川にするかって言ったんですよ。いないでしょって言ったんですよ。一応きついとこですよね。あれもうファームも怪我に一軍もいないっつって、ああ誰がいねえのかって怒るから、これを見れば分かるでしょって説明したんですよ。うん、なるほどね。だからそれぐらいやっぱりでもファームもやっぱりそう怪我人を出さないように鍛えないと、やっぱり予備軍と鍛え上げるのはちょっと分けてやらないといけない。ああ、はいはいはい、なるほど、ね。一軍でそうそう呼ばれるやつはそれなりにやって、うん、これはまあ当分呼ばれないファームでガンガンやってっていうぐらいにちょっと分けたら、うまくこう一二軍の入れ替えなんかするのでいくと思いますけど、ね。なるほどね。期待値名古屋チャンネル。そこで、ちょっとこの本をご紹介したいと思うんですけど、うん、これあの今中さんがこれ何年前に書かれた？忘れたな、そんなもん。忘れた。本当ですか？だって落合さん監督の時よ。そうですね。ですからやっぱりあの強いあの落合ドラゴンズ見てらして、それからご自身としては、うん、あの強い星野ドラゴンズを中にいらっしゃったということで、はい、いろいろそのドラゴンズ論っていうのを書かれている、うん、今中さんにお話をしていただきたいなと。ドラゴンズがもっともっと強くなっていくために必要なものは何かということで、うん、一つ、目についたのが当たり前のことを当たり前にやる。まあ当たり前のことは当たり前というか、まあ普通にやこなせることをこなすだけなんですけど、それが今できない、うん、子が多い
ですよね、うん、だから森光さんが監督やってる時は、まあ、僕が現役選手の時でもコーチの時でもそうですけど、結局はこれぐらいのことできるだろうっていうもうものの考え方でポンって言われてもできない。高木さんはできた人ですよね。できた人ですよ、うん、この人たちはできませんよっていうので、それをできるようにこう上げていかないといけない。だから選手がこうレベルを上げる、だから当たり前のことだから、バントならバントで、まあ、簡単に言いますけど、それの練習しないとバントって簡単に決まらないし、その練習もさっきのようなバントじゃないとね。そうそうそう、いろんな、まあ、練習のための練習も言われましたけど、うん、まあ、そんなこともやって、だから普段こう見てて、ああこれプロだから当たり前にできるなっていうのが普通にできればそれで僕はいいと思いますよ。特別これをしないといけないっていうことはない、うんうん、みんなそれができてた人が多かったから、うん、だから優勝争い、まあ、優勝はできなくても優勝争いはできると、うん、あとはそこでの、まあ、勝負強さぐらいですかね、はいはい、それは言い方変えるとあくまでも基本に忠実にみたいなことですか。そうですね、それができてるとそう大きなミスにはならないんですよね、はい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 、無理するから大きなミスするので、うん、もう普通にこなせれば、まあ、ダブルエラーもしない、一つのエラーで済むのを慌てて投げてダブルエラーしてみたいな、はい、ピッチャーでもフォアボール1点怖がってフォアボール出して3点4点取られるのもこれミスなんで、はいはい、あっという間に1点取られりゃいいじゃないかと、こうフォアボールダメですよのにフォアボール出す、今のドラゴンのピッチャーもそういうところが多いんです。だから最初の話で点を与えちゃいけないっていうのが全部フォアボールにつながってやられる。だからそれが1点上げていいです、守備体系が後ろに守ってるんだから、はい、1点上げていいよってベンチが言ってるんで、うん、だからフォアボールは出しちゃダメですよ、うん、1点は取られちゃいけないですよっていう体系ならフォアボールでもいいんですよ、うんうん、はいはいはい、そうでしょ。だそれが当たり前じゃないですか、守備体系を見てピッチャーはそれを見て、ああ1点上げても上げたくないから三振しかないなっていうふうに考えるだけで、うんうんうん、はい、だそういうまあ状況判断も当たり前のように分かってくれば、必然と結果はどうすればいいか分かる。なるほどね。今の子たちはやっぱり1点怖がる子が多いから、うん、当たり前のことが当たり前にできなくなっていくんじゃないですか、うん、だからそれはやっぱり僕ら元気やってる時でもそれができてる人はほとんどですから。あ、なるほど、うん、大きなミスはあんまりしないです。分かりました。それから2つ目として、明確なシーズンプランが強い中日にはそれがあったと。明確なシーズンプラン、はい、つまり1年を通じてどう戦うか。そうです。決して開幕に全てを合わせるわけではないという考え方ですよね。そうですね。だそれは僕らの時もそうですし、落合監督やってる時もそうです、ね、はい、それだから星野監督も落合監督も同じ考え。そう、やっぱり勝負は夏だろっていうところで、春先はそんなにこう無理なことはしないし、言ってみれば5割台にいればいいぐらいの感じですかね。そうです、そうです。あ、まあ、数字で言ったらそんなもんじゃないですかね、うん、僕らも別に春先からこう目いっぱいっていう感じではやってなかったし。なるほど。僕もだから開幕投手やるにも本当6割7割ぐらいで入っていけばいいかなって、そこで負けても次取り返せるんですけど、マックスでいって負けたら落ちる一方です。あ、そうですね。開幕投手が勝てないっていうのは、マックスでいって負けるからそこから勝てなくなる。時々あの開幕ピッチャーでなかなかこうシーズン勝てないっていうピッチャー言ってますよね。だからそれがそういうことです。やっぱりなるほど、ね、最初に勝てば気持ちよく疲れてても行きますけど、うん、負けちゃうとやっぱり頑張ろうとしても今度下降戦に入るんで、はいはい、それがもう勝てなくなる。それでシーズン棒に振っちゃうんで、まあ、それはないようにしないといけないのもあるし、なるほど、チームとしても、まあ、取り返すチャンスは十分ある。だから夏場のためにどうするのっていうキャンプからのプランは必要です、ね、なるほど。それからあとセンターラインの強化、センターラインの重要性、はい、これは特に落合監督がおっしゃってたんですかね。そうですね、まあ、落合監督の時もそうですし、まあ、僕らやってる時でもセンターラインはしっかりしてましたし、まあ今の野球はセンターラインどうのこうのっていう時代じゃないかもしれないですけどね。キャッチャーがもう固定しないんで、まず、あ、大抵もう2人とか、ね、3人でしょ、2人3人そんな感じ、うん、僕らの時はキャッチャー固定なんで、まあ、そうですね。だからもうセンターラインの重要性、まあショートセカンドは大事ですけど、昔ほどセンターラインセンターラインはないかもしれないですね。やっぱり時代によって野球もやっぱりちょっと変わっていくし、戻ったりもするし、
だ今センターラインっていうのは今は当てはまらないかもしれない。どのチームに関してもね。あ、そうですか。あ、もうなんて。この度ローソンさんとピカイチ監修のコラボ商品が新発売となりました。エッグタルトにザージャー麺、スイーツも盛りだくさんです。中部エリアのローソンさんにてどうぞご利用くださいませ。それからホームでの圧倒的な強さが、まあホームアドバンテージはもうフル活用するのは、うん、強いチームのよくね、まあ、マスコミは内弁慶みたいに言いましたけども、確かにそのためにホームでやってるわけです。あ、はい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 、どのチームもね、うん、だからもうホームで真っ向するチームで A クラスはほぼほぼいないんじゃないですか、うん、ないでしょ。 B クラスでしょ。ああ、多分、うん、今年なんかは残念ながらね、ホームでもっていう形になって、まあ、でも最終的にはホームは5割近くになると思います。ああそうですか。なんだかんだ言ってもやっぱホームは負け越しいのはよほどじゃないと、うん、でなんかねピッチャースマウンドをちょっと変えたっていうのがね話題になってましたよね。ついこの前。もうそれは言ったらもう始まんないですね。気分的なもん。それも言い訳じゃんっていうことですか。やっぱり球場にあって自分が合わせないと。あ、地方球場もあるし、はい、でそこをじゃあドームと一緒のようなマウンドにしてくださいっていうわけにもいかないの、うん、だからその辺はもう今の名古屋ドームのマウンドはマウンドでいいですし、東京ドーム、神宮全部もうそれに合わせてやらないといけないんで、いちいちそんなマウンドのせいでってよく言ってましたけど、うん、コーチやってる時もまあまあ聞きますよ、うんうんうん、神宮のマウンドは低いとか、はいはいはい、僕は腹の中で言い訳ばっかりそんなよと思ったけど、でもやっぱり違うの先生。え、実際いや違うよ。あ、違う、違うけどもうすぐやっぱ合わせない、合わせてこそプロ、うん、やっぱり投げてるうちになんとなくこう、ああ今日はちょっと低く感じるし、遠く感じる時もありゃ近く感じる時もある。甲子園なんかたまにめっちゃ遠い時ありますからね。それは日によって違うんですか。違うんですよ、やっぱり自分の調子もあるから。ああ、あれ今日ちょっと近く感じるな。ピッチャーしか分からん話ですよね。そうですよね。それはある。だからバッターの人でもやっぱマウンド、落合さんなんてなんかやたら見てるけど何を見てんのかなと思いますけど、まあ、まあ遠く見える時は実際あります。ああそうですか。ピッチャーと距離も、うん、まあ、セカンドベースも今日遠いな、でも近く見える時もあるので、その距離感はまあ一緒かなと思うけど、マウンドってね、何センチでしょ。いや基本一緒なんですよ、うん、ただ滑らかにっていうか急にこうなってるから傾斜の問題、そこが分からない、分からない、よくまあ僕も関係ないけど耳するじゃないですか、硬、うん、い、はいはいはい、高い、はい、低いだとか、うん、何言ってるのか分かんないです、うん、まあ、感覚ですよ。それで今田さん、あのよそのピッチャーがよく名古屋ドームが投げやすいとかよくその話聞いたんですけどね。でまあそれで聞くけど、じゃあホームをそういうふうにすればいいじゃないかと思いますけどね、うん、いや相手チームの選手に言わせてどうするんだみたいな、まあ、ね、広いからでしょ。まあそうです、言われたらでしょ。それは絶対的にフォアボールなんかまず出さなくていいですよ、うん、そう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 。あ、だ名古屋ドームでフォアボールが多いっていうのはもう勝負なんないです。東京ドームとかやったら多少ない分かりますけど、うん、でも東京ドームでフォアボール出してても逆に勝負なんないです、うん、あそこはソロホームランを打たれる気持ちでもう投げないと。そうすると名古屋ドームはバンテリンドームの広さを意識していいピッチングをしているのが相手ピッチャーだという、やる掴んできたんじゃないですか相手も。やっぱり名古屋ドーム、うん、バンテリンではドラゴンズ強いピッチャーがいいっていうのがもうずっと、まあ、上昇チームの時から言われてるじゃないですか、うん、はいはい、そのレッテル、まあまあ阪神も広島も勝てなかったじゃないですか。あれは阪神なんか弱い時ありましたもんね、ずっと。本当にやっぱりそれを自分たちの方に引き寄せてる、うん、横浜なんかもう完全にそうですよ、うん、はあ、だから名古屋ドームで投げる時のピッチングスタイルはハマスターで投げる時とは違うんですよ。だから地元と、じゃあドラゴンズではバンテリンと神宮の時はピッチングやっぱり変えないとダメなんですよ、うん、合わせないと、うん、一緒の方にやってるとやられちゃう。なるほど。ドームだったら行ってねえなとか、あ、そうか、そういうことになっちゃう。あ、なるほど。それもまた言い訳ですね。でもね、だからそれはそれでやっぱりスタイルを変える、まあ調子の良し悪しあるけど、やっぱりニーズに合ったものに自分が合わせていくのが一軍のピッチャーです。なるほどね。強い中日をもう一度取り戻すためには、どうですかね。もう一体感じゃないですか。一体感、選手、コーチ、監督、フロント、裏方全部
球団含めてこの窮地をどう乗り越えようかという方向性を、プロ野球ファンの皆さん、ピカイチ名古屋チャンネル登録よろしくお願いします。高評価コメントよろしくお願いします。待ってます。